Hey les loulous, on se retrouve pour Yakuza Kiwami 2 et donc on est reparti.結局はここに戻っちまったか。ああ、そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スユンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん。26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いな。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃあ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ。カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本物の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。Thank you.
ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか、仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の。ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするの。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。Il n'y a plus qu'à la trouver. Ah. Là. Ok, c'est parfait. Alors, elle serait où ? Ah, tout en bas, forcément.あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、どうしたの。何か聞くことがあったんじゃないの。いや。そう。関西に帰るのか。ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、私のことは心配するな。え？これ以上事件のことを調べるのが初めて。そう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも아나타노있다도리요네やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？
どんな結果であろうと俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。おお、来たか。カズキ。キリュウさん、すいません、お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も。え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ、自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は一個じゃない、すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え、奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は。ただ数は分かります。いくつだ。連中は言ってました。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理。爆発物処理班のことだ。
たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。ん？何？ああ。ああ。ああ。Bon, on est parti pour toujours. Alors le taxi le plus proche. Ah ouais, mais il y a du combat partout, putain de merde. Oh non. Bon bah, go en bas. Hein. Mais tu sors d'où toi? Tac, 時間食っちまった. Ah, il s'était perdu le pauvre. Hein. Ah, mais non mais ça, ça c'est une putain de blague ça. J'accepte pas. Allez go go go. どちらまで行かれますか。それでは出発。31個の爆弾だって。はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ。そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のような奴に好きにさせたくねえ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として
体張って合流会のカムロ町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める搭乗会の後目ですね。俺だ。分かった、すぐにサイの河原へ向かう。どうしたんだ。伊達さんからだ。何か問題があったらしい。C'est parti, on va se taper toute la route, ça. Bon, je vais courir avec Ah bah non. Il y en a un qui en a décidé autrement. Ouais, tant pis, hein. Dès que je prends l'argent, j'arrive. A priori, tu as quelques problèmes face à ces nuls. まあ、取らせるって。Est-ce qu'on a assez pour Oui, on a assez. Vas-y, bim. Ouais, bah faudra mettre des points dedans, mais et pour le moment, j'ai pas assez. On va passer par en haut pour y aller. Ouais, je vais passer par là, je vais remonter, comme ça j'éviterai les combats. J'éviterai rien du tout, ouais. Ah putain de merde. Bon les gars, vous faites chier quoi. Obligé de prendre un vélo quoi. Annuler de quoi? Annuler de rien du tout, fini les. Voilà. Non mais oh. Pas déconner quand même. Ah non mais là faut pas abuser là. Je vais pas m'arrêter non. Bon Dégo avance. Y'a pas que ça à foutre.
non, 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 non. あったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって？伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする？俺が相手になる。一人でか？この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、おりゃ。どうしたんだ？ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわりゃ、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ。おいおい、大丈夫か？うわりゃ、やめた方がいいか。うわりゃ、うわりゃ、いやー、動けやこら、動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、mais j'aime trop, n'empêche, les décors ici, c'est ouf.
Paye tes pets de couilles, quoi! Encore! Ouais. Eh ben j'en ai à faire, hein. Ok, bon, on est parti. Alors, fallait où On va tourner tout de suite, hein. Parce que bon, faut pas déconner quand même. Maintenant. Bah, maintenant ils sont tout droits, on va être obligé de se les faire malheureusement. Ça dans vos gueules parce qu'il y en a marre des conneries. Shibaraku netero. Ok, c'est parfait. Alors, évidemment, on a plusieurs points. Bon, on va commencer ici. Alors s'il est temps de mourir, il n'y a pas de souci. Moi vous savez, j'adore mourir dans les jeux vidéo. Donc mourons ensemble. Ah là là, c'est vraiment pas gentil d'utiliser des objets. Hein. Franchement, qui fait ça dans les jeux vidéo? Ok, alors ça c'est bon. Du coup on se casse. Un rendez-vous ici. Bon, très bien. Essayez de passer par là, ni vu ni connu, mais ça marche pas. Ah mais les gars, vous m'emmerdez là. J'aille à l'autre bout du monde encore. Putain, j'ai pas trouvé l'entrée avant, on fait chier.
Hop là, dans ta gueule. Pété. Voilà. Monsieur, j'aimerais manger chez vous, mais je ne peux pas. Vous êtes sérieux là? Je suis encore en combat là. Alors, attends, je suis à 800 bornes quoi. Bon bah, très bien, va falloir les rechercher. C'est incroyable cette vidéo. Cette vidéo est partie en couille. Hein. Où sont-ils? Oh les cons! Vous êtes où là? Ah là-bas! Ah mais je suis pas là-bas moi! Putain mais ils font chier! Bon ça va. J'ai eu 40 000 pour le déplacement. Ça va. C'est ici, non? Voilà. Donc les loulous, nous on va s'arrêter là. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye!